客さんと踊り子さん、私たち作り手と一緒になって作るのがやっぱり本にあるよさこいだなと実感させていただきました。多くの皆さんが毎年ホニアの皆さんの踊りを楽しみにまた期待をしていると思います。そんな中でのプレッシャーは感じませんか？いや、やっぱりいい意味でなんかお客さんの期待をいい意味で裏切るぐらい、あ、こう来たかみたいな、それもよさこいの自由な祭り、よさこいの楽しみだし、竹政栄作先生はどんどんそういう風に進化してほしいとおっしゃってたと聞きますので、どんどん挑戦してホニアはやっていきたいなと思ってます。今年最後のこのステージ、どんな思いで踊りましょうか？はい、よさこい、ね、高知で生まれたよさこい、高知のみんな、踊り子さんのみんなにとっては晴れの日だと思います。晴れの舞台をぜひ皆さんと一緒にお祝いして作っていただければと思います。楽しみに見させていただきます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。それでは皆さん堪能しましょう。金賞受賞ホニア。
ホニアの皆さんでした。ありがとうございました。そしておめでとうございます。ありがとうございました。あ、今年も見せてくれましたね。